バナレ金曜日ナイト始まりました。バンキンナイト MC のホズッチです。タバシです。さあ始まりました。今回で5回目となるバンキンナイトですが、はい、早速ゲストの方を呼びたいと思います。それゲストの方どうぞ。よろしくお願いします。来ました、かくれ選手。よろしくお願いします。須藤高見。いや、なぜ自分須藤高見。自己紹介って言ったら、ね、あ、ですバナナ八戸21番ディフェンダー須藤高見です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。革命戦士、本当だけど、ね、本当だって言うな、本当だ本当だって言うな。じゃあ乾杯しましょう。じゃあ乾杯。はい、乾杯。はい、いただきます。来てくれてありがとうございます。はい、どうすか。うお、うまい。うまいでしょ。美味しいですね。いや今伝わった今。飲みたい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 。そんなまだこれまあ120。いや足走ってんのか、走ってんのか、走ってんのか。なんかちょっと待って、キレ悪いね。なんか見てくれました、バンキンナイト。見てる。どうですか。まあ神のストライカー講座的なやつ見て、やっぱり神シュートうめえな。あそこシンプルに確かにうまかった。確かにうまかった。深海道やりたいですか、もしかして。いや大丈夫ですよ。大丈夫です。楽しいですけどね。大丈夫です。いやちょっと、いや楽しい、ついてきてなかったお家でどう、何やってるんですか。バンキンナイトも見てますし、おー、いいじゃない。日曜日は毎週午後の時間に生配信も。なるほど。金井塾、金井塾の先駆け。あー、自分のインスタの方でもしっかり宣伝させてもらって。なるほど、ありがたいね。うん、須藤くんのあの SNS もしっかり見てください、皆さん。あ、フォローお願いします。え、他に何かしてたりするんですか。他に、やっぱ自炊。あ、お、出ました。これし始めたんで。かっこいい男が、うん、料理。いやいや、何作るの、得意料理。うん、いやでも基本炒め物系になっちゃうんで。あ、まあまあ、例えば。でも繊細そうだね。いや、そんなことないっすよ。そんなことはないっすよ。そんなこと。え、誰誰須藤高見じゃないじゃん。あ、すいません、すいません。昨日は、麻婆茄子を。あら、凝ってますね、なかなか。で、マジで。ひき肉なり、茄子なり。え、元使わずに。いや、元は使いました。あ、じゃあ誰でもいけるやつか。すげえ、ライバル心。ライバル心。強気だわ。そうなんですね、麻婆茄子。いいね、いいね。あ、須藤さんあれですもん、自称グルメですもんね。なん、自称って。自称ってなんすか。だから、いや結構なんかね、ちょっとライバル者あるのかな。いやいや、そんなことはないですけど。でも結構店は知ってるイメージあるスーは。うん、まあ長いですもんね、八戸もね。新山翔一さんの次に今スーが一番長いよね。スー、あ、そうですね。あ、僕らすいません、須藤先生のことスーで呼んでるから。スーね、スー、そうなん。いやお前さ、先輩やぞ。急に来るね、これすごいよ。あの1回目もね、2回目もねだいぶうざかったもんね。うざい来るから。うざい言うな。やっぱりあの画面越しで見てた部分がここじなんか自体に伝わるからきついっす。そうなんだ。きつい言わない。あんま言ってその時も攻撃するから。いやそれ攻撃だから。それはよく見てた。そういうこと。いや部分的じゃないんですよ。今回ねちょっとね特別に企画をね考えてきました。お、その名もはい、須藤高見のギリギリナイトということで、ちょっとね、あのホズッチと魂の方でね、はい、あのギリギリな、もうギリギリな質問をね、須藤選手にしてもらって、それを須藤選手が OK か NG か判断してもらって、質問に答えてもらう。なるほど。そういうね、企画をちょっと用意します。攻めの攻めで行っちゃってください。攻め攻めの攻め、どこに下がってんだ。行っちゃうよ。じゃあ早速ね、その方やっていきたいと思います。はい、これね、ギリギリな質問なんで。ああ。まあ、え、魂さんも考えててください。考えるよ、考えるよ。ギリギリな質問なんで僕言っちゃいます。もう、先言っていいですか。あ、全然いいです。先言っていい、もうね。すぐ出るね。ほんとね。これ、好きだね、お前ね。最初が大事だ。最初が大事だから、ギリギリ行きます、お前、マジギリギリで攻めろよ。あの、俺がこれ行くことでも基準作りますから。行きます、じゃあ行きますよ、ギリギリな質問。どうぞ、好きな食べ物は？いや、いい。めちゃめちゃイージーなやつ、スー。めっちゃイージー。無表情なんですけど、それを聞かれて、どうですか、これ。もう、スーは今ね、ドキドキしてるから。そういうこと？そういうこと？いやいやいや、なんか、思ったより、なんか全然、あ、すいません。好きで食べ物、なんか変な字。好き、好きで、5字が好きで。急ぎすぎて、ちょっと。じゃあね、今日ね、こっちもね、もう、急ぎすぎて、もう。なのね。じゃあ俺も書いてないじゃん。ああ、ごめん。じゃあもう、こっちが、こっちが気になったから、バンバンいかない。わかりました。ギリギリのやつ。わかりました。これね。怖い。なるほど。
これ結構攻めたかもしれない。いいっすね、いいっすね。いっちゃってください。いきます。はい。初キスはいつ。おー、いい。これはね、いいんだけど、なんで急に横書きなの。ごめん、俺ミスったわ。なんで横書きなの、急に。ごめん、ミスったわ。幅幅取る、もう自由だな、俺なら。ごめん、こっちも貼っていいわ。でも、ちょっと、オッケー、NG ちょっと判断してもらいます。なるほどね。はい、じゃあこれね。どちらも、どちらも。ちょっと待ってください、これ。これ、いや、重要。いや、あるあるある。もう重要しかないでしょ、もう。重要重要しかないよ。重要じゃなくて、重要重要しかないよ。どこに言って止めてんの。どこに言って止めてんの。どっちだ、どっちだ、これ。え、ま、マジで。あ、じゃあ、この LG。マジマジ。あ、LG じゃねえ、逆だった。あざー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 。これはいい。別にいいっすよ。これはいい。くるー、くるー。俺書いてるから。行っちゃっていいですか、どんどん。いやいやいや、どんどん行っちゃっていいですか。ちゃんとギリギリだよな。ちゃんとギリギリ。もうね、ギリギリのギリ。あ、OK。ギリ。行きましょう。はい。じゃじゃん、はい、女性の譲れない3つの条件。おー。3つ、まあまあいいんじゃないですか、これ。3つって何、ね、あー、いいね。聞きたい聞きたい。字がまたあの、あれだったんですよ。別にこれを言う分には何の問題もない。あ、なるほど、なるほど。ギリギリじゃない。はい、あ、行くね、行くね、行くね。なるほど、なるほど。スーピー、スーピー行くね。いいね。テンション上がってきたよ、ね。テンション上がってきたよ、これ。なるほどね。考えて、考えて。もう結構、もうこれ結構オッケー出してくれるんだよ。俺的にね、スーやっぱイケメンだから、ちょっとなんかその女性関係で気になる。確かにね、そっちを求めてますよね、これね。求めてないです。絶対求めてます、これ。あ、わかった。じゃあ行っちゃってください。だいぶ攻めた、俺は。だいぶ攻めました。これ A の話。じゃあもう一応ギリギリな質問ですよ。もう本当ギリギリ。行っちゃってください。もうじゃあな、最近ハマってること。いや、イージー。最近ハマってること。俺やったじゃん、それ最初に。そのノリ俺やったじゃないですか。かぶせろ、かぶせろ、かぶせろ。いや、そんなかぶせじゃない。階段、階段、階段、階段。すごい。じゃあこれもうどっちですか、NG と。これはもうね。これは、あれ。いや、もう全然。あら、あら、さっさらね。あれ。でもこっち埋まったからもう、あ、いや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 、いや、どうしようかな、なんでも、ちょっとホゼ、攻めろ攻めろ、攻めますよこれ。いきます。ギリギリなね、ギリギリのギリ。これはね、ほんとギリギリ、振りじゃないこれは。はいはいはい、これはギリギリ、はい、いきますよ、はい、じゃじゃん。八戸で好きな子できた。おー、いいんじゃないですか、これ。これは八戸でなかなかギリですよ。ギリのギリやな。八戸で好きな子できたか。じゃあこれ、あー、なるほどね。言ってくれっかな。いや、もうこれ、あ、きてぇ、答えは、いや、そわそわしてる。そわそわしてる。そわそわ、もう好きな子は別にでないんで、八戸で好きな子は。なるほど、おお、初 NG。 初 NG。 なんでちょっと喜んで。ちょっとあれ、じゃあちょっと NG か。ここはいいんじゃないっていう。もうほんとギリギリ、はい、ギリギリのギリギリギリでいいんだ。ギリギリのギリ。いや、分からん、もうやめて。何言ってんの。ギリギリギリ。いや、何回じゃない、早く帰ってますあら、これ結構いった。ギリギリかな、これ。いきます。じゃーん。年上好きか年下好きか。女性でね。女性で、ね、女性例えると年上好きなのかな、あります、ね、年下なのかなって。ほず、あ、数的には、はいはいはい、あんまり名前間違えてほしくないっす。あー、ごめんなさい。ごめんなさい。スー。いや、ちょっと初めて出た、初めて出た、違うよ、初めて出た。ブブゼラとしてなったわけじゃなくて、本来のメガホンの機能をね、やっただけよ。スー。だただのメガホンだから。ただ言っただけじゃん、それ。あ、これなら出るのね。そう、メガホンだから。あ、なるほど、本物は。じゃあやってみよう。いや、それは出ない。ブブゼラじゃないんだから。出ないんですよ。結構多いですね、このくらい。結構多いですね。でもね、結構好かれとんの。コメントも DM すごいよ、これ。そうだね、俺、魂じゃない。ブブゼラって呼ばれてるから。ブブゼラおじさんになる。ブブゼラおじさん。年上を。はい、お願いします、お願いします。これはもう、まあ全然。あ、よっしゃー。しかも余してくれてる、まだ。スペース。まだ欲しいってことだもん。いや、もういいんじゃない。まだいけるでしょ、6個もね。ギリギリ来ました、これ。これね、今日1のギリギリです。今日1のギリギリ来ました。行っちゃっていいですか。じゃじゃん。女性を落とす鉄板はいいんじゃないでしょうか、これ。落とす鉄板なんかねえじゃん。女性をどうやって、ね、鉄板文句で落とすかっていうね、これちょっと聞きたいわ。何、一言でってこと。もうとどめの一発。そういうこと、そういうこと。とどめの一発。そう、
って、うん、スープリこれちょうだい、うん、OK か NG お願いします。俺もあるよそれ。え聞いてない聞いてない聞いてない。じゃあこれじゃない、これちなみに俺だけじゃなくて、じゃあ3人でこれ3人どう、これ3人で急になんすか、急にちょっと3人で3人でどうすかどうすか、3人でいいすか、じゃあこれは手の声さん OK、 OK じゃない、あじゃあ3人でこれやるんじゃない、3人ここいいねいいね、余計なことしたわ、3人余計な質問したわ、これ3人でやればいいと思ういいねすいよ、言いたいだけでしょもう自分が、いいねで次でラストラスト、いやじゃあ俺出したい、俺マジで出したい、俺はラストっすかこれ、じゃあ俺マジで攻めた、マジでこれは相当攻めました、これえラストらしいですよ、スー多分ね本当にちょっと怒るかもしれない、これを聞かれると、いや俺マジそれはちょっともうあの YouTube なんで怒らせたらちょっと雰囲気悪くなるんで、だし本当今後のスーと俺の関わりがヒビがもうヒビ入るかもしれない、でもいいね、でも出したい俺は、まあ、ギリギリだから、めっちゃ体張ってるわ、いきます、いい、いっちゃってください、はい、これはあえてだから、はい、いきます、はい、どうぞ、なんだろう、はい朝誕生日またかいまたかいそれ、朝誕生日です何回やんのよもう何もヒビ入んないわこれ今言っちゃっても、今言っても、朝は何時今言っていいもん。なんか朝強いイメージあるからさ、どっちでもいいよ、もう。ちょっと悩むね。悩むの、まさか。まさか。まさか。もう OK ですよ、今言っていいよ。まあ、ラストにすごくふさわしい。あれ、ラストはもう落ちますわ、これ。ラスト落ちちゃうよ。いいんすか、これで。7個、質問 OK が出ましたので、うん、じゃあそれはね、順番に答えてもらいたいと思いますが、はい、じゃあ最初はまあ、好きな食べ物でいいですか？あ、そうだね、そうだね。好きな食べ物は、好きな食べ物は、麻婆豆腐です。あ、さっき言ってた。自分で作った。麻婆ナス、伏線入ってたわ。麻婆豆腐大好き。あ、そうなんですか、はい、あ、だから自分でも作っちゃう。自分作っちゃう。みたいな。みたいな。元だけど。それ何調べて作るの？もう独自ってか、独流自分で。独流。独流元使うって言ってたじゃん。あ、元使ってたな。元使うって言ってた。あれ違うんだね。全然、じゃあ、え、けど美味しいんですか？今度食べさせてくださいよ。ちょっと、あきくん。あ、いいでよ。マジで。スーピー、あざす、あざす、あざす。いや、見えないように握手して、2つ目の質問の答えは、じゃあ朝は何時起きでいいかな、順番に言いますね、朝は何時起きで、いやいや、これまだギリギリやん、ギリ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 で、いつ答えてもらってもいいですか、ね、あ、じゃあハマってることでしょ、あ、じゃあハマっていること、じゃあこれ答えてください、ハマっていることは、うん、カメラです、おっ、はい、いや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 、でかいやん、どんだけでかい何見るの、いや、ま、なんで三角形なんですか、なんで三角の、そこいいねいや、カメラカメラ、あの、一眼レフ買わせてみる、あらー、ポンヨン君と一緒、ポンヨンと一緒に、おお、あらあらあら、これさぞかしな、なるほど、だからイケメン2人でカメラも撮る、くー、くーね、撮られたー、そんな叫びあるか、どんなポーズよ、すごい、あ、確かに、だってそれこそ SNS でね、あ、あのオフショットじゃないんですけど、2人でなんかいろんなとこ行ってやってましたよね、そうね、カメラ撮り合うみたいな、じゃあ撮って撮って、え、どこ行ったんですか、ちなみに行ったのが、はい、あの奥入瀬渓流、おー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 、映えますね、奥入瀬渓流、十和田湖、映えちゃうね、映えちゃう、映えちゃうわ、小川原湖、なるほど、はい、2人で2人で車でえ、まさかそれお互い撮ってるでしょ、まあモデルがいいじゃん、モデルがね、またお互いの、いやね、いやこれでホズちゃん撮ったのもうそのモデルがいいじゃんのとこからもチラチラこっち見んのやめてくださいよこれとか着たいね、そうですね、女性の譲れない3つの条件、スピーポイント、どうだろう、やっぱ料理は、ああ、まあ、できてほしいな、料理まず一つ、麻婆豆腐とかね、いや確かにそれもちろん最高っすか、もちろん麻婆豆腐毎日出てきても俺はもう残さず食べたいし、まあ例えば料理がうまい、じゃあ料理が一つ目ね、料理がうまい、いやちょっと当たり前かもしれないけど優しい、ああいい、これが一番優しい、これが一番優しいしな、優しい、いやいやいや、そんなのないですよ、全然優しいの優しいのぶつからない、ぶつからない、優しい優しいのぶつからない、ぶつかり合いでしょそこは、じゃあ優しい優しい、2つ目です、重要ですね、はい、2つ目、じゃあ3つ目いっちゃいます、3つ目、いや難しいな、難しい、どう思います、え急になんかあります、違う違う、須藤さんに聞いてる、いやでもなんかあれでしょ、だからいろいろあるから絞れないでしょ、そうですね、はい、ゲストのほら助けてあげんの、なんか人にもチームは人に頼むよ、いや頼まれたらやっちゃう、本当にチームはクー言えよ、クーを言ってよ、チームはクーを言ってクーを言っても何何すか、じゃあ優しいと料理以外でしょ、うん、料理以外で言ったらお前がちょっとなんかこれ求めるな、何すかね、まあ、うん、あ笑いのツボが合うとかいいんじゃないですか、
ああ、そうなんだ。だからこいつあれだったのかな。なるほどね。何それなのかな。何それ。そんな俺難しいこと言ってないでしょ。だから例えば俺とスーが見てるね、うん、あれを番組じゃ笑ってますよ。ね、こいつ2秒後ぐらいハーって笑って。そんなわけないでしょ。時間差でそんな疎くないよ。時間差みたいな。そんな疎くないよ。ここで笑っちゃうのみたいな。否定してたんじゃない。あれ、あきくんは。俺。はい。俺運転上手い人がいる。嘘。運転上手い人。そこ来る。あ、運転と運転の。ぶつからない。もういいってそれ。それはいいよ。でもたまにあるじゃん、このブレーキ。あっ、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 なるほどね。出ましたけどどうですか、ね、そうですね、もう2つでいいかな。だって聞いた意味を答えてくれると思って言ったのに、まあ、でもっていうことはそんな気にしないっていうか、それ縛りはないってことだね。そうっす、まあ、そうだよね、相手側もあるし、会う人がいいみたいな。なるほど、なるほど、なるほど、これで、はい、話落ち着きました、はい、フィーリング、フィーリングっすね。そういうことです。 OK です、はい。ってことで次はじゃあ年上と年下もこれ、あ、じゃあちょっと、うん、ちょっと聞いて、ここ聞いてみていいですか。年上のが好きですね。ああ、はい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 、っぽい人が好きです。なるほど、あの一緒にいて別にこう気を使わなくていいみたいな、気を使わないけど包容力あるみたいな、うん、なんか年下だとなんかこっちが頑張らなくちゃいけないみたいな、年なんて引っ張らなきゃいけない、そうそれがあんまり、あ、引っ張ってもらいたいってわけじゃない、わけではないんだけど引っ張りたくはない別に。ああ、なるほどね。あ、まあいいバランスで。そうですね、そうですね。じゃあ年上が、はい、いいかな。甘えたい、甘えたいかもしれない。甘えたいってよ。え、空いてます、空いてます。春日じゃないんだから、いいんですよ。お前は絶対空いてないからな。いや、なんでよ、キツキツなキツです。いや、それは俺が決めるんです。空いてるから。もういい、まあまあ、はい、どうぞ。いや、なんで答えなきゃいけない。いや、いい、せっかくだ、聞きましょうよ。別にいいんすよ。いや、僕のゲストが神様です。よろしくお願いします。自分神様でやってるでしょ。神様です。年上が、年、僕も年上が、マジで好みですね。あ、ちょっと変えようかな。なんで。あ、いやいやいや、二択なんだから。まあ、いいでしょ。そうか、そうか。ホッピーの穴、一気に入れないと。違うわ。そんな企画ないわ。やんないよ。いきなりここで、やんないよ。なんか、どうぞ、どうぞ、なんか。何これ、何これ。じゃあ、じゃあ、ホズッチに、質問してもらったんで。うん、ホズッチ。今回は、じゃあ、ホズッチに質問してみましょう。そうね、ま、ま、全部、待ってないと。待って、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 待って。じゃあ、一つだけだから。ゲストが急にゲスト MC に変えてさ、ゲストまでしないよ。じゃあ一個だけ、こんなの一個だけ質問する。いいですよ。いいですよ。お願いします。お願いします。いいですよ。じゃあいいですよ。はい。はい。初キスはいつですか。ああ、なるほど。ずる。ずる。この人ずる。聞きたいよね。みんな聞きたいよ。ずるいねこの人ね。聞きたい。おお、飛んでた飛んでた。ここに飛んでた。どうぞお願いします。なんで俺が言わなきゃいけないの。聞きましょう。聞きましょう。ずるいこの人。いいんじゃないの。言いますけど別に。初キス。初キスですか。15歳。高校1年生です。高1か。おお。やんちゃやな。やんちゃや。ヤンティーやな、ヤンティー。ヤンティー言わない。ヤンティーじゃん。聞きたいよね、どんなシチュエーションだったか。悪い気分を聞いてみます。これまずいわ。いいよね。こんな回できたらもうこんなん次々。聞きたい、聞きたい。ギリギリだから。ギリギリ。俺じゃないのだから。ほどっち、ほどっち。ギリギリ。いや、いるかも。じゃあ、お願いします。何すか、特別です、皆さん。シチュエーションっすか。ちょっと待って、俺、親も見てるんですよ。急に恥ずかしくなってきた。お父さんお母さんやめてください。しっかり聞いてください。よーく目を凝らして。目を凝らして。だからマックマックマックじゃない。マックだ。そんな店なんかやんな。じゃ公園じゃないですか、公園。おお。おお。公園。公園。特にね、しかも特にそんなブランコあるブランコ。いや忘れたわ、ブランコ重要じゃないでしょ。あれジャングルジム、ジャングルジム。ジャングルジム重要じゃない。そっちじゃない。学校帰りとか。学校帰りでしたかね。多分。いや紛らわしてますこれ。ね。聞きたいのに。そんなね、いや違う、本当は須藤さんへの質問なのよ。須に戻ります。須に戻ります。戻ろう、須に戻ります。もう、初キス行っちゃったよ、もう。初キスは、もう細かく言っちゃってから、これが本当聞きたかったんだから。中学2年生の時ですね。おお、いや、今もざわついてるよ、向こうが。中2で、高1。確か、早いな。
言いたいですか？あ、もしかして言いたいですか？言いたいですよ、これ聞いてみる、聞いてみる、どんだけ欲しがるのよ聞いてみる、これもう、え、ち、もう、そ、相当、え、じゃあ、で、中2高1で早い、聞いて聞いてって言っちゃ、心の声出ちゃってる、聞いて、ちなみに、秋吉さんは何歳で、俺、初キス、俺、2歳母ちゃん、しょうもな、ちょ、待って、しょうもないわ、顔面じゃん、入ってこないでくださいよ、そうでした、もう、何よ、じゃあ次行きましょう、行っちゃダメよ、いや、もう次行こう、そんな掘り下げないか、いつだから、まあまあ、もう十分掘り下げたもん、趣旨おかしいよ、聞いてる聞いてる、よくないよ、この人、はい、本当に結構ギリギリ行くよ、はい、ギリギリ、何が終わってますよ、痛い、ギリギリ、あと何時だけ、うわー、ギリギリだ、すぐ言って、すぐ言っても、すぐ言って、マジギリギリだよ、練習だけね、すぐ行っちゃったから、パッと、そうですね、俺、朝弱いんですよ、広げんのね、この話めちゃくちゃ弱いんですよ、この話だけ広げんもんねって言ってた、めちゃくちゃ弱くて、うん、広げんだ、ね、体温もめちゃ低いよ、低いの、体温聞いてないから、何時に起きれば聞いてんだろうね、で言って、うん、飯とかもあんま食えないタイプ、頑張って聞いてないの、それは聞いてない、だからなかなか起きれないです、本当に、ま、え、目覚まし何時なの、目覚まし1個かけるんですけど、ずっと10分おきにスムーズ機能、聞いてないってそれは、じゃあ何時に起きるか言ってよ、そういうことか、なんか言ってますよ、あれ何じゃないよ、何時に起きる、何時だ、そうごめん、何時、6時からスヌーズ機能スタートする、なるほどね、おだいたい6時50分に起きます、長っ、スヌーズ長っ、俺起きれない、50分もスヌーズかけてるんですか、二度寝タイプね、じゃそうっす、あ、なるほど、全然起きないんで、そういうこと、じゃあ6時50分ぐらいに起きるってことね、そうですね、はい、はい、それで終わりです、なるほどね、6時50分です、これもう最後、最後よ、これすごいね、これもうさ、でもこれ数回のあれもあったんで、これまたまた3人で行くの、じゃないの、一言ね、人鉄板ってのお箱ってことさ、あ、なるほど、こいつ多分300文字ぐらい書いてるいや長いよ、飽きるわ、原稿書くのしかも、こうやって姿勢いいな、姿勢いいな、こうやって姿勢いい、作品みたいな、聖書してるよ、あれは夏だったまたかい前回の、前回のやつそれで、なんだっけ、何鉄板でしょ、鉄板でしょ、じゃあ何だよ、早い、一言ちょうだいじゃん、え、鉄板、もう好きな相手にはもう好きだって素直に伝えます、なるほど、はい、素直に、はい、直球で、直球で、なんか遠回しとかにしないで好きですって聞いてね、はい、聞いてねストレートにもう伝えることね、はい、そうそう、好きなら好きと、好きなら好きと、はい、ということでね、ギリギリ、ちょっと待ってください、うん、な、どうした、聞いてないっすよ3人だもんな、はい、じゃあほずちゃんでちょうだいよ、なんか、なんその、なんで鉄板、鉄板よ、うん、まあ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 愛情表現です、はい、どういう愛情表現、自分から出る愛情表現すべて出すっていう、どういうこと、気になりますね、どういうこと、それ以上は言いません、うわーっとおんの、こうやってうわーって、いや元気玉みたいな、どういうこと、うわーっていうこと、あー、すまれーみたいな、いや、すまれーじゃないんですよ違う、違いますね、まあ、もうね、そういうことっす、あ、もう全然に出した愛情を出してる、気持ちをね、じゃあなんか似てるね、3人目ください、俺愛情表現、愛情表現というか、まあ相手にどう思うか分からんけど、まあ勝手に好きになっちゃうよという、勝手に好きになっちゃうよ、勝手に好きになっちゃうよっていう、どういうことさ、どういうこと、相手がどんな思ってようが勝手に好きになっちゃうよ、どういうこと、まあ、とりあえずとりあえずあれだ、嫌いな人もいないし、はい、そのなんかあれだ、もう好きになっちゃうよって、そういう話ってこと、そういう話なの鉄板、鉄板、俺の鉄板俺の鉄板、でも終わり、これで全人類が終わり、これでいいんですか、もう閉まりますこれ、いや結構だって言ってくれたよ、いやでもなんかおもろいねこれ、だいぶ盛り上がりましたよ、もうこれね、長くなっちゃったんじゃないですか、これなんか来そうじゃない、違う選手もこれやってる、あ、違う選手にない、そうやなじゃあね、これでギリギリないでも、はい、その終わりに、はい、したいと思います、ありがとう、ありがとう、ナイスでした、はい、じゃあ今回もグッズ紹介の方行きたいと思いますんで、行きましょう、行きましょう、はい、今回はね、このニット帽、これなんとこれね2000円です、これなんと、いや、2000円、安い、2000円、これ2000円でね、うん、ちょっとする、これどう、私服でもこれ使えそうじゃない、これ使えますね、さりげないワンポイントですね、うん、いいでしょ、ちょっとかっこいいでしょ、これこれはね、なんと2000円なので皆さん、ぜひお買い求めてくださいね、これね、これ私服でも使えます、使えるよ、これ、うん、使える、ひらめきました、来たな、またいきなり来たな、なんすか、なんすか、また来た、何、何、ある意味、これなんか降りてくるよ、こいつさっきから左耳の調子がうるさいね、うるさいね、うるさい、言えないじゃないですか、ひらめいてませんませんなら言うなで、ここに来ないよね、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 あ、もう終わった、終わった、終わった、ひらめきました、ひらめきました、はい、来ました、ありがとうございます、はい、ニット帽とかけまして須藤貴臣選手のオフショットと解きます、お、その心は、どちらも皆さんにとって私服になるでしょう、ほずっちです、おお、私服にとっまとめてきたのね、幸せの方の私服だ、なるほど、うまいな、うまいな、持ってないじゃないですか、整ってる、整
整ってんじゃないですか。お前整ってる。はい、俺整ってます。姿勢じゃない姿勢が全然やろうかじゃない。でも本当にでもいいそうですね、これワンポイントさりげなくていいっすね。かわいい。これね、男性でも女性でも子供でもね、いいですね。いいので、これをね、ぜひ皆さん、あの2000円なので、ぜひ、はい、オンラインショップだけで、はい、販売。そう、限定なんで、オンラインショップ限定です。はい、皆さん、はい、ぜひ買って、お金を入れてください。ほんと、ぜひ。で、これ、あれ、ニット帽はあれですけどね、冬物ですけど、おあの、なんとね、この動画配信された次の日、5月9日から、なんと冬物、在庫処分セールということで、ね、うん、なるほど、あの 20% オフに、冬物がなります。なるほど。ちなみにね、このニット帽と、ブランケット、なるほど。あ、このね、手袋もね、うん、などなどね、冬物がね、全部で 20% 全部 20% オフ。他にもあるんだよね、はい、だからね、はい、ぜひね、これも買っていただいて、はい、皆さんじゃんじゃん身につけちゃってください。この放送の次の日からでしょ。そうです、5月9日土曜日から土曜日からあります。 20% オフですね。ちょっと皆さん、はい、お買い求めくださいね。買っちゃってください。お願いします。はい。なんすかこれ。なんか渡されたんですけど、これイケメン選手は誰だ、中間発表。これ1位、あやったじゃん、イケメン総選挙の1位、須藤貴文、2位がキム・ホンヨ、秋吉大輔、3位穂積亮、抜きなこせ、これ須藤さん中間発表1位だった。何すかこれ。いや、最終的に何すか。ちょっと待って、最終的に俺1位だよな。あれ、ちょっと2位が本読くんで、3位が、2人とも最終的に外れたランキング。まあでもどう見ても須藤が、でも中間発表はね、中間発表はそうなんですけど、最終的に俺これ最後からグーンってきちゃってるから。俺もこいつも一周サッカーできないんだよ。いや悔しいんだこれ、負けて悔しいんだ。やっぱり須藤さんと秋吉さんはやっぱ悔しいと思うので、ちょっとリベンジの機会を今回ちょっと。おリベンジ。何それ今回そのニット帽を使って各自で私服で写真を撮っていただいて、これ私服のニット帽人気投票1位の方、特に何もないんですけど、あ、何もないの、名誉だけ。なるほどね、名誉だけじゃん。まあ、本当だねってこと。ちょっとです、これで俺が負けたらさすがにもう俺らビビってる、ビビってる、あのね、ビビってる。大丈夫です、大丈夫です。これを何、公式の SNS 上げて、コメントなり、何なりで投票、コメントで投票する。写真を撮って、何でもいいから。僕らは自分で撮んなきゃいけないってこと。自分でコーディネートして自分で撮るってこと。あ、恥ずかしいっすね。すげえ、それこそさっきスーがさ、写真を撮ってた。すぐに写真一眼で、そうそう、あらあらあら、撮ってそれを送るから、それで選んでもらっても写真ができると。そうですね。いいですか。俺アキュン撮ります。あ、あと俺本屋君撮ってで、俺あの iPhone 撮ろう。いやいいっすね。インスタントカメラで、あのちょっと半分インスタントカメラバカにしちゃダメだよ。なんで半分だよ、誰が半分マンよ。でもじゃあそれいいね、ちょっとやってみようか。いいですね。そして今回視聴者プレゼントにその写真を、なるほどプレゼントしたいと思います。なるほど。絶対勝ちたいっすよ。勝ちたいね。勝ちたいっすよ。頑張りたいね、なんか。すごい勝負仕掛けてきたね。なるほど。じゃあね、焦ってません。大丈夫ですか、なんか。大丈夫ですか。すごい。SNS では対決で、そのできた写真は視聴者プレゼントってことで。なるほど。サイン入りで。なるほど。どれでもいいですよね、6つね。6種類あるから、どれでもいいってことでしょ。いや、もう2つぐらい俺持ってて、これで確かめよう。これいいのか、これ。いや、まあそれはご自由にしていただきたい。はい、じゃあ、あのね、いつもね、ちょっとね、恒例のね、ちょっと次のゲストを、そうですね、ゲストちょっと、スーの方から、はい、ちょっと誰か、まあ、シーグルだよ。はいはい、じゃあ、どうしようかな。ちょっと、誰かね、誰が来るかな。この方にします。お、はい、じゃあちょっと電話の方していただいて。ちょっといいね、いいね。負けたくね、なかなか出ないですね。忙しいんかな。無茶振りしてくるわ。忙しいか。出ない。出ないですね。あ、じゃあ、いや、一回あれして、あ、はい。じゃあ、あれだね、またかかってきて、それか、まあ、ちょっと時間を置いてくるかもしれないんで。そうですね。ということで、板金ナイトね、今日はね、終了になりましたけど、どうでしたか、須藤選手、感想の方をね。あきくん、楽しかったっすね。ありがとう。背を向けるな。よかった。楽しかったっすね。よかった。またやりたいっすよ。はい。来てくれんの、また。いつも来ますよ、マジで。ちょっと違う企画でまたじゃあ呼ばせて。はい、じゃあいい、どうしますか。それは、おおお、かかってきました。これいや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 、出て出てます。もしもし、今大丈夫。今回今 YouTube の撮影をしておりまして、ぜひ次のゲストに
呼びたいなと思ってたんですけれども、うん、やっと俺も見たいなと思ってたんで待ってた待っとったんや待っとったって誰ああはいどうも、はい、こんにちはこんにちはこんにちはあちょっとあの今スーから聞かれるんでちょっと返事をくださいはいはい来週も来てくれるかないや聞こえてないよあまあほらほら初のなんで聞き取れなかったそうですねその状況がねそんな行きそう来週も来てくれるかなあいやよろしくお願いします。はい、じゃあまたねー。はーい。どうなるかよっ。よかったね。よかった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 。聞き取れなかったですけどね、1回目はね、よかったですね。じゃあ次のゲストも決まりました。はい、じゃあね、はい、次もね、皆さんお楽しみにしといてくださいね。はい。感想、感想いいですか？だってもう感想もらったもん。いいよ。ポズの感想なかったらしい。じゃあ、はい、これで、バキナと終了したいと思います。またねー。またねー。じゃないよお前 MC として今いいんすか違う違うこれ天の声さんダメなやつしちゃうね今ね違うのよ今のあなたたちがもう厄介すぎて厄介ゲストに厄介っすよ正直厄介ちょっと待ってよ時間作ってくれてんだよあんたが一番厄介だあんたが一番厄介だほんとに優しかったなあ今でしょ休みでしょわざわざもう休みでしょほんとにありがとう何の手何の手っすかこっちかこっちだいぶ間違えないでしょよっしゃじゃあじゃあお疲れした、お疲れした、お疲れした。すいません、ありがとう、ありがとう。いや、なんでそれなんですか。はい。中途半端。ちょっと待って、これ何も触れてないけどいいか。